こんにちは、ミスターブーです。古い、え、古いんです。それでですね、今日は、ちょっと僕がね、念願の1年越しの憧れのゲストでございます。そのゲストはですね、何年か前のミス日本で、今ゴルフでプロを目指したんだけど、ちょっと一回、まあ、ちょっとプロ、女子プロ大変じゃないですか。でアマに戻ってミッドアマを目指す、そして YouTuber も始めた、女子 YouTuber も始めた、仙台から来ていただいた和田の弟子の和田金さん、和田金さんの弟子の七金ちゃんです。どうぞ。ちょっとこれで、これアップで、これどうですか。アップやだ。この可愛さ。どうですか。なんかいろいろミスも違うし、いろいろ違かった。うん、あ、まあいろいろ、まあそれはまあいつも冗談は冗談なんだけど、はい、まあミス日本出てたら絶対トップですよっていう話でね。で今日はちょっとね、本当はね、ダワキンさんの弟子なんだけど、はい、またダワキンさんと違った目線から、はい、やっぱ俺らができることで、視聴者さんもちょっと女性が増えてきたんですよ、最近ね、はい、昔はね、先輩方、うん、80歳の男性とか、うん、50歳以上の男性多かったんですけど、ちょっと女性も出てきたのと、はい、あと、男性陣、うん、やっぱりこう七金ちゃんを見て、うん、かわいいなと、そこ100回見たいなと見ていただきたいですね、うん、思うと思うん で、はい、でゴルフも上手いん で今日は俺たちの目線から、銀ボールでは小立がちょっとレッスンして、うん、でまた秘密基地で博士が七金ちゃんをレッスンして、はい、より、日本アマチュアのね、アドマミッドアマを、はい、女子アマをね、それで最後はもう日本女子アマ、それから全米女子アマと取っていくと。まだ若いですから、18歳ですから、はい、ね、ということで、今日は銀ゴールで七金さんをレッスンしていきたいと思います。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速、はい、七ちゃん打ってください。お願いします。打ってるとこをみんな見たいんですよ。え？そう、俺近くで見れるから幸せよ。打ちますね、うん、いつも通り、はい、はい、いやー、視聴者の皆さんね、本当にね、ちょっと3球打ちましょう。はい、3球。いや緊張しちゃうな。じゃあいつも通り打っていきます。うん、いや汗かいてきましたね。ラスト冷房つきますか。大丈夫です。はい、グッド、打ちました。でね、はい、ナナちゃんはね、はっきり言って、うん、俺ちょっとミスターブーあんまり聞きたくないかもしれないですけど、とにかく明るいんですよ。そこ？もういつも。え？そんなことちょっと気持ち悪いな俺。してる？してます。気づいてないですか？気づいてない。だから根っからやっぱりこう三兄弟ですよね。はい、皆さん兄弟で明るい。はい、あ、俺明るい。で本当それがよく伝わる。でこう明るいでしょ。でこう皆さん今日は最高じゃないですか。あ、最高です、はい、お前はいらない。僕はそうなんですけど、じゃあ奈々ちゃんちょっと質問しますね、はい、今じゃあ楽しく、うん、もちろん、ミッドアマね、はい、女子をこう優勝を目指していくんですけど、はい、やっぱりそのね、道のりって、うん、言ってましたね自分で、うん、険しい、はい、そんな簡単に勝てるとは思ってませんと、うん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 、で先当たって今スコアメイクよりも自分のスイングとか、はい、飛距離を伸ばすであるとか、うん、ショートゲームであるとかで、今日はちょっとスイングですけど、はい、まあ、今アイアンやってますよね。自分でどこがこう悩み、ちょっといっぱいある、まあ、いろいろ、じゃあ一つずついきましょうか。1個目は、うん、トップ、うん、
がやっぱ定まらない。定まらない。結構動画とか見るとすごいオーバースイングになってたりとか、うん、オーバースイングが嫌いですか。なんかこう影に、例えばめっちゃ影ある時あるじゃないですか、うんうんうん、ありますねとかなると、うんうん、こういうのが見えて影がね、うんうん、の時に、はい、ドンってなります。あのね、俺すげえちっちゃい頃に影気になったことあるんだけど、うん、それ影は例えばもしコンパクトにしてても、うん、日の当たる場所によってはオーバースイングに見える可能性もあるし、そうですよね、今度は日の当たるところで、うん、いいところに来たのにすごいちっちゃく見えるところもあるし、で影のこれやっぱり見てる皆さんも影嫌いな場所があると思うんですよ、はい、例えば右に影があると嫌だとか、はい、奈々ちゃんそのどこに影があると嫌だ。左かな。珍しいです。こっちかな。こっちですね。見ちゃいますだから。なんとなく見ちゃう、はい、これ左目利きなのかもしれないなって思うのが、あ、そうなんだ。僕右目利きでこっちの影の方が打ちやすいんですよ。で影で映ると嫌だと、うんうんうん、で影でこうオーバースイング。そうでもね、今言ったように太陽の高さとか太陽の場所によってやっぱりこう影って見え方が違うんで、うん、であと影を気にしているようでは勝てないぞ。ダメだ。影は消すんだよ。影はね、無視。消すんだよ。だって影は自分なんだから、うん、自分は常に正しいと思っておいた方がいい。これすごい、ね、もうメンタル的な、ね、メンタルアドバイス。もう、うん、影はもう私の味方。確かに。全てプラス思考。まあ影があるから自分が輝けるって、ね。そういうことです。はっきり言って、昇った太陽、うん、二度と沈まないよぐらいのメンタル。そうですよ皆さん、うん、で奈々ちゃんが打てば太陽沈まないから。ずっと影ある。ずっと影あるんです。そうだから影は味方。そうですね、うん、でちょっとねオーバースインかどうかちょっと見てみますね、はい、やっぱ上げるところもすごいやっぱ緊張さって見られると、うん、ちょっとなんかふわふわしちゃう感じが抜けないです。はい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 。昔からいきます。打っていいですか。はい、はい、いいですよ。なるほどなるほど、はい、全然オーバースイングじゃないです。あ、そうなんだ。でじゃあ例えば、ま、アイアンでもですよ、はい、まあ、今までよりも5ヤード飛ばすとかになってきた時に、うん、コンパクトスイングをする人っていうのは例えばジョン・ラーム、うん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 、基本的に、まあ、腕力ある。まあそうですよね、うん、パワーが、パワーがある、うん、でヨガもやってらっしゃるんで、はい、コアは強いかもしれないけど、うん、ショートバックスイングの時っていうのは当然下半身がものすごくうまく使えないで球飛ばせない、うんうん、はい、だどっちかというと昔の女子プロ、まあ、奈々ちゃん生まれる前の女子プロなんかものすごくこう、はい、オーバースイングにして結局タイミングが良ければ元に戻ってくる、うん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 、っていうことはオーバースイングというのは円が大きくなるんで、うん、遠心力も使えるし、だコンパクトにしろって結構言う人もいるんですけど、うん、例えばいろんなことがグリップを直したら1ヶ月かかります、うん、とか、トップを意識したらその分その時間をロスしますとか、うんうんうん、だから今までこうゴルフをやってきて奈々ちゃんがこうプロを目指した時とかね、高校の時とかの時のバックスイングの高さと今って変わらないですよ。変わる？変わんないかも。変わんない。したらもう変えない方がいいね。あ、そうなんだ。結局他のもちろんウィークポイントを直していくことっていうのもすごく大事なんだけど、うんうんうん、逆に言うと長所を伸ばしていく、こういろんなその、はい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 、ね、この間出てた村越さんとかも、うん、まあ、格闘技の選手なんかもそうですけど、うん、じゃあもう構え変えちゃったら全然攻撃力なくなったとか、うん、っていうことは変えて時間がかかっちゃうものは変えない方がいいし、うんうんうん、で今奈々ちゃんはちょうどいいと思う、ここでタイミングを取ってるんで、それを変える必要っていうのは俺はあんまり、うんうん、あのいらないと思うんですね。じゃあ私が気になってるだけか。そうです、影が気になっちゃってるんです。確かに影自分ですから。太陽と私と影で地球ができてる。それが私ですもんね。そうです、そうです。うち要するにもう万物の宇宙の、うん、そのもう絶対に変えられない普遍の法則、うん、でも私みたいに、うん、まあ、私アマチュアゴルファーじゃないですか、はい、絶対影気になる方いっぱいいると思う。いやいや、俺昔は気になりました。どうするんだろう。昔は気になったね。だけど なんで気にならなくなったか、うん、それが気になる。自分じゃないですか。自分を味方につけてしまえば、うん、あの
影が変な動きするわけない。俺と同じ動きしてる、まあ 自分の動きをしてる、うん、ということは自分のただスイングが正しいと思えば、うんうんうん、影がどんな形であれ影も正しいわけ、うん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 、でも全部こうメンタル的にはもうガーンと上に。でちょっともう一球打ってもらっていいですか、はい、なぜ打ってもらうかっていうとですね、はい、これは俺が出るよりあの奈々ちゃんが打った方が、うん、視聴率が上がるからそこ、うん、いけますよ、はい、でもう一つ言えば、はい、あのそのトップという定義、これよくね小池博士って僕のね、はい、あの相棒、はい、これもう40年の付き合いなんですけど、うん、いうのはトップっていうのはトップで作ってはいけないんじゃないのっていう話、要するにスイングの流れの中で、うん、こう上げていきますよね、はい、上げていってトップに入る前には少しこう切り返すじゃないですか。これはもうダーゲンさんもね、はい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 、言ってる。だからトップ打ちましたっていうとちょっとアマチュアっぽくなるし、トップここって意識すると意外にアウトサイドインに入ることが多いわけですよ、うん、はい、だから連動してるんで、ワン、ツーで打った時にワン、ツーだったらトップを作るとワン、ツー、スリーになります、はい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 、でゴルフスイングはワン、ツー、スリーでもいいんだけど、あのやっぱりトップって決める選手もいるけど、奈々、うん、ちゃんにあんまりトップというものを気にせずに、うんうん、始まったら例えばどこにフィニッシュするのかとか、うんうん、どのぐらいの距離感で打つのかとか、そっちに集中してもらいたい。確かにいつもここは気になってるかもしれない。まず測るでしょ、奈々ちゃんがよく、はい、測る、ね、145したらまず打つ前に145イメージしますね、うん、145したら145はこのスピードで打つで、145パンチで打つんだったらここで終わる、うん、フルスイングだったらここで終わる、うん、それだけを意識してトップっていうのは意識しない方が早いということで、じゃあ例えば今何番ですか。今7番です。7番だとだいたい135から40、うん、135から140ね。じゃあ137ヤードを打ちます、はい、トップ気にしません、はい、要するにスピードだけ気にします、はい、で打ってみましょう。137ヤード、うん、そうです。だ一番大事なのはトップを、俺は今日言いたいのは、うん、トップがどこかなっていうのはあんまり気にしないでほしい、うんうん、ただゴルフっていうのはスイングプレーすごい大事ですよね。でも最終的にこの間ソフトテニスやってたでしょ。やりました。面が大事じゃないですか、うん、ってことはフェースの向きがすごい大事で、うんうんうん、まあ、137を打つにしてもまっすぐ当たらなければピンには飛んでいかない、うん、ってことはトップら辺の位置でフェースの向きがどこを向いてるかっていう方が付近でね、それの方がまっすぐ飛ばすという意味ではすごい重要で、うん、トップを作るときにトップはここなんだよじゃなくて、トップの時のフェースの向きは奈々ちゃんここだったらまっすぐ飛ぶぞ、うんうんうん、ちょっと私今日ちょっとこう手首が折れて、うん、ちょっとスライスをフェースオープンだぞと、うんうんうん、右に行っちゃうぞ、それの方が僕は大事だと思う、はいはいはい、であとはその優勝するとかにあたってフックも打てなきゃいけない、ちょっとフェードも打てなきゃいけない、うん、低い球も打てなきゃいけないし高い球も打てなきゃいけない、そっちに気を使った方が全然早い。だ例えば自分の中で奈々ちゃんの持ち球っていうのは何ですか。ドローかな。ドロー、うん、じゃあアイアンでちょっとドロー、いつもの何にも考えずに僕トップのフェースの向き見ておきますね、はい、OK。あの多分ですね、ドローボールを打つには、うん、ちょっとフェースはオープン気味かな、っていう気がする、でそれでもなんでドローが出るかって言ったら、はい、僕が思うにはですよ、後で機械で見ますけど、うん、アイアンっていうのは7番アイアンはだいたいアタックアングルこれぐらいダウンブローで来ますよとか、こう
まあ、一応ダフっちゃいけないんでね、うんうんうん、クロスバンカーに入ったりもするし、うん、ライが悪かったりもするし、うん、なんで今のフェースの向きで球がドローするのかなって僕なりに考えると、うん、ダウンブローが弱い、ちょっとまあ下から入る、うん、いやそうですよね、うん、すくってるっていう感じで、うん、ドローをちょっと打ってるのかなっていう、うん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 、ただ別に手は使ってもいいんだけど、うん、やっぱり7番アイアンは7番アイアンなりのこの長さに対して地面にあるボールに対して当たってくるダウンブローの角度っていうのの平均値をその後で見せます、はい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 、USLPGA の、うんうんうん、それに対して多分ダウンブローが弱い、はいはいはい、だから今のフェースの向きで多分ドローが出てるんだけど、ちょっと一回じゃあトップ付近でちょっとクラブ止めてもらっていいですか、はい、ここですね、これなのちゃん手外しちゃっていいです、はい、このフェースちょっと見てください、これ僕が思うにほぼスクエアなんですよ、うん、で、まあ、フェースの向きってさっき言ったようにテニスでも重要、いろんなことで重要、やっぱりこれフェード、うん、これだったらフェードだね、ああドローという、例えば宮里愛ちゃんドローですね、あの子真上向きますね、ものすごくクローズなフェースの向き、はい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 、今ここの向きですね、っていうことはちょっと一回向こうに向かってグリップ見せてもらっていいですか、いやドローを打ちたいけど最近フェード出ます、うん、あこっちこっちこういう、はい、うん、まあ、両方打てなきゃいけないんだよね、はいこれです、綺麗ですね、これはドローが打てる、グリップではある、うーんでじゃあちょっとトップに上げてもらって、あなるほどね、これだとまあ多少ですよ、うん、こんぐらい、これだともうフェース向きがもうフックなわけです、はい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 、これとこれで、うん、フェース向きは2度3度違う、はい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 、ってことは2度3度違えば、まあ、かなりフック回転になる、ちょっとこういうほんのちょっとですよ、で例えばもう一つドローを打ちたいとすればちょっとレイドオフに上げるとか、うんうんうん、だからバックスイングがこうオーバースイングになりやすい人っていうのはこういく人が多いんですよね、だから奈々ちゃんがこの手を今これぐらいだけど、はい、ちょっとこうすることによってフェースの向きは変わるかもしれないし、うん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 、正しいダウンブローを打てるかもしれない、はい、でもそれはちょっと今を変えるとちょっと分かんなくなる可能性があるので場所を移動して今日はビデオとトラックマンがあるのでちょっと小池博士 To be continued で、はい、じゃあ To be continued でお願いします、なんか可愛、はい、くなんかあっちに寄っていきますじゃん、はい行ってきます。To be continued. はい。